こちらに並んだ服、すべてブランド品なんです。この春らしい服は 91% オフ、お買い得です。高知大丸では今日から期間限定でディーゼルやコーチなど誰もが一度は憧れる高級ブランド品がお得に買えるようになりました。東館2階に期間限定でオープンしたラックラッククリアランスマーケット、コンセプトは新品ブランドが毎日お買い得です。パーカーとか買ったんで、そうですね、安く買えるっていうのはすごい嬉しいです。名古屋に本社を置く会社ラックラックの出店は中四国初で、東館2階のフロアすべてを1万2000点のアイテムが埋め尽くします。メーカーの過剰在庫となった新品を買い取り、元の価格より値下げして販売していて、中には 95% オフの商品もあります。まあ主に3割引きとか、下がって5割引きのところが多いんですけど、でもこんなに下がってるとはっていうのでびっくりです。思い切って今日はお友達2人と出てきてよかったです。アウトレットショップの誘致に高知大丸が踏み切った背景には、地方百貨店がどのようにして再生していくのか、生き残っていくのかっていうことをいろいろなところでやっている最中にこのコロナってきたんですよ。去年の夏にはおよそ30のテナントが撤退。今年1月の来客数は前の年の半分で、売り上げは3割ほど減少しました。今一度その街にね、皆さんに帰ってきていただいて、強かった元気のあったあの高知の帯屋町っていうのを今一度その復興させたい、それに高知大丸も何かできたらなというふうに思いますね。高知大丸東館2階のラックラックの出店は5月31日までです。